スクワールバイトはアメリカのロックバンド。1989年にケンタッキー州ルイビルにて結成。トゲトゲしいサウンドやテンポの変化が著しい音楽性は1980年代後半以降に流行したグランジや1990年代のマスロックの先駆けとなった。ハスカージュと並んで後のワシントン DC のポストハードコアシーンに 多大な影響を与えた。高校時代の同級生同士であった、デビット・クラブス、クラーク・ジョンソン、リッチ・シュルターの3人で結成された、ハードコア・パンク・バンド、スクイーレルベート・ユースが前進。1984年に、ボーカルとして、ピーター・サーシー、ドラマーに、ブリッド・ウォルフォードが加入。後に、ウォルフォードが脱退し、新ドラマーに、ベン・ド・オトリーが、2人目のギタリストに、 ブライアン・マクマハンが加入。精力的にツアーを続け、1985年にホームステッドレコードよりデビュー EP スクイレルベートでデビュー。その後シングルとアルバムをそれぞれリリースした。1988年、グラブスとジョンソンが大学に進学し、バンド内の求心力が弱まり解散。バンド解散後、グラブスはビッチマグネットやバストロ。 ガスター・デル・ソルといったバンドの作品に参加したり、メンバーとして加入し、活動、ソロのシンガーソングライターとしても活躍している。ドートリーは、レモンヘッツに参加し、マクマハント・オルフォードは、スリントを結成した。ジョンソンは、グラブスと共に、バストロに参加したが、その後は、音楽活動から引退し、ルイビルで弁護士となった。サーシーは、 ビッグホイールやスタービリーというバンドに参加し、ソロアーティストとして活動。ありがとうございます。